こんにちは。ヘメロカリスジャーマンアレス通信販売花咲かじネット店主の清水です。今日は2020年6月27日ですね。はい、ここ高崎ジャーマンアレス園の新しい畑からヘメロカリスの開花状況をお伝えします。はい、今日の上毛新聞ですね、地元の新聞なんですが、上毛新聞の朝刊の方にこちらのヘメロカリスの一般開放の記事が載りましたね。はい、それで今日それを見て花を見学に来る人が何人かおられました。はい、こんな感じでタープですね、今日は暑かったのでタープをつけて日よけを作りました。はい、こんな感じでいつもですねちょっと設置しましたね。はい、花の開花状況なのですが、まあぼちぼちとこうところどころで咲いている感じですが、まだ花が咲いていないつぼみがいくつか見られます。はい、これから花の数もどんどん増えていくと思います。はい、じゃあ今日咲いている花をご紹介します。はい、こちらがですねトロピカルムードという明るいオレンジの交配品種ですね。はい、こんな感じですね。花の大きさは13センチぐらいでしょうか。ちょっと 花びらがですね反り返ってるような、後ろに反り返ってるような感じですね。はい、こちらが濃い赤のハーツオブファイヤーですね。こんな感じの濃い情熱的な赤と言いましょうか、そんな感じの花です。でこちらナイトエンバースですね、ちょっと黒っぽいような赤ですね。黒っぽいような赤の八重咲きですね。ナイトエンバースですね。こちら結構株が増えてくれました。はい、こちらアンコンディショナブルラブという名前ですね。ちょっと長い名前です。こちらは肌色といいますかピンクですね、サーモンピンクといいますか、こんな感じですね。で花は大きめですね。こんな感じ、花の直径は14センチぐらいですかね。で花は大きいのですが地面に近いところで咲きますね。花の茎が15センチぐらいのところで花をつけています。こんな感じですね。なかなかフリルもあって優雅な感じの花です。はい、こちら先日から咲いているクリーム色の花になりますね。で花の縁がちょっとピンクがかっている、うっすらとピンクが入っている感じですね。こんな感じですね。うん、分かりにくいでしょうか。ちょっと今夕方なのでこんな感じでピンクが入っていますね。こちらちょっと咲き出した花ですが、ちょっと古い花になりますが、春名山系でよく見られた群馬の春名山ですね、そちらの方でよく見られた赤系の花ですね。明るい赤の花ですね。はい、花びらの方は尖っている感じですね。はい、とても鮮やかな赤ですね。はい、目立つような赤です。なかなかいい花です。はい、こちらはダンシングウィズピークといううっすらとしたピンクの八重咲きですね。はい、綺麗な感じです。はい、こちらはちょっと今日はうまく咲いていませんが、こちらバッドマスターソンですね。
ちょっと花は小さめですね。ちょっとこちら、こちらミニですね。ミニの薄い紫の花になります。花の縁が白ですね。花の大きさはですね、6センチぐらいですね。ミニ品種です。花の茎は20センチぐらいのところで花が咲きます。こちら紫の大輪ですね。こちらレイニービスボローですね。かなり大きめの花になります。直径16センチぐらいあるでしょうか。はい、こちらもそうですね、こんな感じで大きな花です。はい、こんな感じですね。でちょっと色があんまり出ていない感じで咲くとこんな感じですね。はい、でこちらがジプシーロードですね。ミニ系になりますね。クリーム色に中が濃い黒紫ですね。はい、花の直径は6センチ7センチぐらいですね。はい、こちらがジョーダンハーバードですね。オレンジに赤が、中央が赤ですね。で花の縁がフリルがあって赤ですね。はい、こちらはこちらの花は地上から15センチぐらいの花の茎で咲いていますが、まあ通常は30センチぐらいで咲くでしょうか。これから花が咲いてくる感じですね。これが一つ目の花になりました。はい、こちらが黄砂という品種ですね。蛍光イエローですね。でフリルが、肉厚なフリルがついています。三角形の感じですね。全体的に三角形みたいな感じです。はい、花の直径は12センチ、13センチといったところです。はい、とても目立つ明るい花です。はい、こちらが、エンフェンスリリーですね。薄いオレンジの八重咲きですね。エンフェンスリリーです。花の直径は11センチぐらいですかね。はい、こちら地上から10センチぐらいのところで花が咲いています。はい、こちらロングチェリッシュドリームですね。ロングチェリッシュドリームです。ちょっと今名札を見てて焦点が合っていませんでした。ピンク赤みたいな感じの、変わった感じの花ですね。はい、目立つような感じです。はい、こちらローズカラーですね。花は大きめです。赤紫の花になりますね。花の直径は14センチぐらいです。はい、こちらですね。こちらの名前をまだ調べていないのですが、ラベンダーダスクというのがあったのですが、ラベンダーダスクかもしれません。はい、ピンクのフリルですね。大輪ですね。花の直径は13センチぐらいですね。はい、こちらもそうです。はい、まだつぼみが、こちらつぼみが大きいですね。こんな小さいつぼみが、ここまで大きくなってくるという感じですね。はじめのつぼみの方は小さいですね。はい、でこちらようやくオールフィールドアップが咲き出してくれました。こちらは強肩品種で、こちらからずっとあちらまで株があります。はい、大輪ですね。花の直径が13、14センチあって、明るいオレンジで赤が入っています。で、花の縁も赤ですね。こ
ちらのチェリーパンプキンにちょっと似てるのですが、こちらの方がもうちょっと色のメリハリがあるような感じですね。はい、こんな感じですね。こちらもそうです。ようやく咲き出してくれました。花のつぼみはこんな感じですね。これが咲きそうな感じです。その他にもこう小さいつぼみがあるので、つぼみもそれなりに時間が経って成長してから咲くという感じですね。はい、花の大きさはこんな大きい感じですね。はい、こちらチェリーバーストですね。早めから咲いていますね。6月の20日ぐらいからはもう咲いています。はい、こんな感じで赤ですね。薄い赤に濃い赤のコントラストが綺麗です。これが一番綺麗に咲いてますかね。フリルもあって豪華な感じです。花は比較的下の方で咲きます。こちら対照的に花が上の方に咲くタイプですね。花の茎が80センチぐらいのところで咲いています。蛍光カナリアイエローですね。鳥のカナリアのような、色、明るい黄色ですね。はい、花の大きさは13センチぐらいですね。大きめです。こちら、花が高いところで咲くので目立つ感じですね。遠くから見ても。咲いてるのがわかる感じです。はい、こちらがオレンジに紫ですね。コーティングトラブルという品種です。ちょっと花は小さめですね。11センチぐらいですかね、直径。はい、なかなか派手めの感じですね。オールザマジックが昨日咲いたのですが、今日は花がありませんが、今にも咲きそうな花があります。フリルが複雑な花ですね。でこちらクラシックロマンスですね。薄い赤ですね。でフリルがあります。ちょっと肉しい肉のような色という風な感じで私は思います。はい、こんな感じで、はい、で咲きそうなつぼみがこんな感じですね。やはりつぼみは成長して大きくなってから咲くという感じです。はい、じゃがいもですね。今日、じゃがいもが欲しいという、新じゃがが欲しいという方に、じゃがいもを掘り上げて、はい、販売しました。はい、こちら、先日から咲いているチェリーアイパンプキンですね。明るいオレンジに、中央の方が茶色と言いますか、薄い赤ですね。はい、こちら、だいぶ今年は綺麗に花数も多くなっています。で、こちらリンゴのような花というのがあるんですが、そちらの方が一つだけ咲いたのですが、まだこれからちょっと咲き遅れてみますね。植え替えが影響しているようですね。4月に植え替えたので、ちょっと一週間ぐらい花の咲きが遅れていますね、こちらの畑の方は。だけど、ジャーマンアイリスだったら、その年に、春に植え替えて、花は咲かないのですが、ヘメロカリスは咲いてくれるので、本当に助かりますね。4月後半に植え替えた株が、もう地面の方で根がしっかり張って、花の茎が伸びて咲いているとかいう感じです。はい、こちら、スカーレットオルビットですね。花の直径は13センチぐらいですね。濃い赤の花になります。はい、こちら、ブラックリーンですね。クリーム色に濃い黒紫ですね。メリハリが、色の濃淡のメリハリがいい感じですね。花の直径は13センチぐらいです。はい。オレンジの枝咲きですね。オレンジの明るいオレンジの枝咲きが、だいぶ花が増えてきました。茎がこう、途中で枝分かれして、つぼみがいっぱいできるようなタイプですね。はい。花の直径はですね、これ、
3センチぐらいですね。こんな感じで咲いてくれます。ちょっと花の重さで倒れていましたね。はい、こちらがムーンリットカレスですね。とてもフリルが複雑な感じで、淡いオレンジ、まあピンクにも見えます。淡いオレンジに花の縁が黄色ですね。で、フリルが複雑に豪華になっています。はい、花の直径は結構大きめですね。13センチぐらいありますね。はい、八重咲きですね。まあ、ピンクにも見えますが、薄いオレンジにも見えます。で、赤が入っていますね。で、こんな感じで八重咲きで、こんな感じでシングル咲きもする感じですね。同じ株から分かれたものですが、八重咲きで咲いているのが基本なのですが、ちょっと先祖返りというのでしょうか、シングル咲きしているのもあります。こんな感じですね。はい、アミュージョンキャンディーですね。とても可愛い花になりますね。黄色に中が赤ですね。花の直径は10センチぐらいですね。ちょっと花は小さめです。はい、蛍光オレンジですね。蛍光系のオレンジの花になります。ちょっと黄色も入ったような感じですね。花の直径は19センチぐらいですかね。小さめです。はい、こちらミニの赤花ですね。こちら花の茎が伸びて、これ後半に、ま、毎年咲きますね。はい、こちら薄いピンクの花になりますね。花は下の方で咲きますね。あとこちらがライトクラスという、はい、交配して作った未生の花ですね。花の直径は10センチぐらいですね。クリーム色の花になります。はい、ちょっとつぼみがこちらにもありますし、咲きそうなつぼみがこちらにもあります。はい、こちらは交配して作った未生の花になりますね。こちらはリトルライダーと名付けた交配品種ですね。花の直径は10センチぐらいですね。はい、赤の花になります。こんな感じですね。ちょっと小さめの花になります。はい、こちらがビッグ、こちらも未生の品種です。ビッグサンセットライトですね。花は大きめです。花の直径は13、14センチありますね。で、フリルがあって明るいオレンジですね。フリルが豪華な感じです。こんな感じですね。花は大きめです。かなり大きめですね。はい、こちら鮮やかな感じの南国風のトロピカルな花と、こういう花が咲くと私の方で言ってるのですが、南国によく合う赤い花ですね。レッドレンジャーという名前をつけました。はい、ちょっとセンターにラインが入ってる感じですね。はい、花の直径は12センチぐらいあります。はい、こちらがリトルチャンピオンという名付けた交配品種ですね。ちょっと花は小さめですね。花の直径10センチぐらいでしょうか。はい、こんな感じですね。フリルがあって、ちょっと薄めの赤に、中央が濃い赤紫ですね。はい、リトルチャンピオンですね。はい、
こちらクリアオレンジというミニ品種ですね。ちょっと色がうまく出ていない感じですね。花のつぼみはあと2つぐらいでしょうか。こちらもミニ品種で、もう前半から咲いているので、あと花のつぼみもいくつかという感じですね。リトルパラダイスという未生の品種ですね。花の直径は8センチぐらいですね。こちらもトロピカルな感じですね。沖縄とかがよく似合うようなハイビスカスとかと同じような感じの色合いっていうか、そんな感じの南国風の花になっています。はい、あとはこちらの方はまだこれから咲くつぼみのできている花ですね。そちらの方もそうですね。交配した品種についてはちょっと開花が遅れている感じですね。はい、少し彩りが出てきた感じですね。で、この斜めの畑のこの斜めのラインについて花が結構見れるようになってきました。まだまだこちらの方が遅咲きの方で、こちらが咲いてくると、だいぶ華やかになってくると思います。はい、花の見頃ですが、今 30% を超えてる状態ですね。4分咲きになろうとしてるようなところで、花の見頃は7月の2日以降ぐらいになる予定ですかね。古い畑の方は植えっぱなしだったので、花の開花ももう進んでるのですが、こちらは4月後半に植え替えたのですね。そのためちょっと開花が遅れてるようです。はい。あと、まあ、まだ2週間ぐらい、このヘメルカリス畑の一般開放をしますので、はい、お近くの方は、はい、この様々な色と様々な花型のヘメロカリスを、自分のこういう花がいいなぁなんていう好みの花を探しに来るのもいいかもしれませんね。はい。それでは、こちら、ジャーマンアイリスの植え替えた高畝ですね。最後に、まぁ、ちょっとジャーマンアイリスの方も、ジャーマンアイリスの方ですが、ちょっと雨が続いたり暑い日が続いているので、ちょっと南部病が出ているものも一部見受けられましたね。はい。こちら、前にですね、ですね、南部病対策か何かで、紹介した株なんですが、大きめの株で、南部病にこちらの方がなった、部分ですね。南部病になった部分を乾かしてなんとか復活させたということで、葉っぱがまあここの部分の反対側の葉っぱの部分が南部病で溶けちゃったんですね。葉っぱがなくなったら、その反動で小株の葉っぱがボコボコ出てきたということで、それからですね、またこう雨も降ったり梅雨時で雨も降ったりして、またその葉っぱもだいぶ伸びましたね。はい。こんな感じで勢いよく伸びています。このままどんどん伸びて、小株が、こちらの葉っぱの部分が、このような小株になっていくということですね。はい。それでは、今日はこれで失礼します。